リトップの展望台です。果たして何か見えるのでしょうか。やった、おお意外と見えた、怖え。ゴジラ、すごい。下もなんか行けそうだけど、立ち入り禁止見たくなってるな。かかってるよ、うん、わお、わお、間に合わねっす、間に合わねっす、間に合わねっす、カモメ間に合わねっす。こっちは、うん、こっちは何、こっちは特に何もない。うわ怖え、怖いよ、うわ怖いよ、なんか怖いよ、怖なんか怖いよ、おなんか怖いよ。お母さんだったら近寄れないの。いや、買ってくる、うん、さあ、展望台の上に上がります。果たして何が見えるんでしょうか。やったー、展望台、おー、うん、いいじゃん、うん、面白いじゃん、これはこれで、うん、虫すごい、うん、虫除けスプレー持ってきた？してないの？いや、持ってきた？持っては来てる。道の駅根室、あ、違う、道の駅諏訪根室、着きました。雨がひどいです。あ、長かった、閉館中止時だ。あぶねー。この後ここ行きます。道の駅マグネットゲット、ゲットです。はい、根室に到着しました。 509.1km ですね。時刻が16時43分です。これから食事をしたいと思います。出ました、ドリアン。ドリアン着きました。ビデオ撮っても大丈夫ですか？写真とか。今回はエスカロップとエビエスカロップを頼んでみます。あ、こっちか、ABS カロップを頼んでみました。
あービーフシチューとかも美味しそうだけどね。来ました念願のエスカロップです。こっちがエビエスカロップです。エビすごいな。またいただきます。念願の本家のエスカロップです。いただきます。ごちそうさまでした。なんかもっと味が濃くてギトッとしてるのかと思ったんですけど、あっさりとしていてすごい食べやすかったです。美味しかったです。ドリアのエスカロップ美味しかったです。念願のエスカロップ食べることができました。また来たいお店です。18時47分、だいたい車中泊の準備が整いました。雨が降っていて、若干蒸し暑い感じがします。それでも大丈夫だと思います。寝れる感じです。まだちょっと寝るには早いんで、少し本読んだり、音楽聴いたり、時間潰したいと思います。それではまた。